ほれ、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 ああ、ぐぐぐぐぐ、来るぞ、来るぞ、ぐぐぐ、ぐぐぐぐぐぐ、ほら、お、すげえ、防具や、防具や、体上や、頭や、どっち、おお、おい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 、ぐぐ、ああ、やったわ、やったわ、剣だこれ、剣だ、ほれ、おぎ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 、来るぞ、来るぞ、おぎが、おぎが、おぎが、どうも、マルベリです。星のドラゴンクエスト実況やっていきましょう。さあ、2022年の4月24日ですかね。まずは錬金、まあどっちにしろ同時に来たのか、メンテナンス明けましてレビューも含めてやっていきたいと思いますが、まずは聖人の錬金の方からレビューっていきましょうか。聖人槍と杖、これは事前に告知がありましたね、内容としても。そこで軽くレビューしてたんですけどね、まあ実際に実装されて私錬金して抜き出しまでやりました。魔性爆走ね、銭槍にとりあえず入れてって感じですが、14秒 A スキル、火力一上げの500速が 35% 以上ということで、超越とか何もついてないんでね、あってもなくてもって感じではあるんですけど、闘技場であとはっていう感じなんでしょうか。で、変貌する人は変わらずですね、特性はね。 S ランクの補助は結局増えないんですもんね。増えてね、 EX が2つ積めるようになるとかだったらちょっと面白かったのかもしれないですけど、ただまあ攻撃エース2枚積めるようになったから器としてはめちゃくちゃ良くはなってるんだね。ただまあ CT100% はないという感じでございますね、槍は。で、杖が超魔ヒャデドスになりましたと。特性が聖人の霊類がヒャド属性呪文の威力 20% アップか、まあ、これも抜き出し、超魔ヒャデドスどこで使うか、もう難易度ダンジョン魔王でヒャドぶっ刺さりの魔剣でいかんといかんところで抜き出してっていう感じなんでしょうね。なのでまあ錬金自体はうわっていう感じはなかったんだよっていう話でございますね。ガチャさっさと見ていきましょう。聖人姫装備の剣奥義が新登場しておりまして、あと1日1回無料ガチャも来てますね。ほいで、ループの方はステップ詳細が9000ジェムで聖人剣奥義どっちか1個確定なんですね。で、聖人剣が飄来剣 S スキル、電波動でね、天空剣とのシナジーがこうパッとね印象なんですが、超越スキルではないんでね、サブに入れてもって感じですね。一応ブレイブのサブ武器として入れとくっていうのはまあなくはないんでしょうが、天空剣聴覚醒自体を入れて表皮サブで使うのか、表来剣を使うのか、どっちがいいのかっていう話ですね。ただ内容的には魔剣向けな感じなんですよね。イメージは創世剣とかと同じように攻撃魔力の 20% 威力加算、天空剣の聖騎士版みたいな感じなんですか。でも CT100% はないのでね、特性が規制の怒りで武器のメインスキルのダメージ 1.2 倍と微妙なんだよね。これ貫突しようとは思えないんだな。そして奥義がどうなんでしょうっていう感じですかね。聖人騎演武、仲間全員の HP100 回復で仲間全員のスキルのダメージ 1.12 倍、これメインスキルだけではないんでね、スキル全体が 1.12 倍になって、発動者が攻撃されたり動けなくなったりすると解除されるっていうことなので、イメージ的にはルビス栄翔の全スキル対象のスキルでかつオンステみたいな効果になるんでしょうね。まあ演武ってついてますからね、珍しいですよね。スキルで要は継続スキル、一度実行した後自分が攻撃されたり動けなくなったりしない限りこの効果は継続していくということで、まあこれ面白いんですよね。で、抜き出して他の奥義に積むってこともできますから、あとはメタルステージとかそこら辺との重複効果で奥義をやっぱ面白いんだよね。奥義一発引いて勝ちでいいんじゃない。あとは過去着てたナッコ、円盤、ダガーはちょっとそんなって感じですね。ダガーは特に重要ないんですけど、まあ一応円盤はいいんですよね。円盤奥義、あと防具狙いで引いていきましょうか。まあさっくりレビューという感じになりますが、さっさとガチャ引いていきましょう。オープニングガチャだ、いきましょう。まずは通常1日1回無料だ、あてい、よいしょ。こっちは何欲しいんかな。まあ、僕が何出てもいいかね。あと、あ、爪一応貫突。爪出んのかな。見てなかったラインナップ。あ、でい。ラインナップ見てないけど、2回跳ねない。あ、そっか。爪とかはあれか。出ねえんだ。槍とかそっちの、錬金着てる方の対象って感じなんですね。行きましょうか。まずはステップ1。狙うは、防具&、ちょっと待って、防具が何がいいの？カブもまあまあ面白いんだよね。ジバリア威力 25% アップ。ジバリア系特化。聖人気ボディ。体上も
うところはなくもなかった。てか何着てもいいな、防具。盾もね、防具何着てもいい。私最初に成人期ガチャ来た時もう完全スルーしたんですよね。これいらねえべみたいな。でもその後まあまあ使うシーンちょこちょこ出てたりはしてたんでね。行ってみよう、ステップ1テイ。さあ来いや、優勝です。でこれで剣出んだよ。いつものパターンテイ。ほら、あ、でも今回ステップ1が確定のみパターンですね。あと定期割れみんな忘れてや。まあでもここ最近はもう基本的には 10% ガチャなんでしょ、きっと。7% ガチャとかになってるのかな、まさか。まさかの提供割合。あ、10% だね。で、ステップ2で確定枠外が1つ2つ出るパターンなんじゃないの、てい。ここで防具ちょっと拾っていきたいんですよ。扇出てくれてもいいんだよ、てい。あはは。あららららららこれステップ4で、そして剣出て何も欲しいって言ってるやつ1個も出ないパターンなんじゃないの、これ。ステップ3。ここは2枠確定です。やめてください。って。なんか出る気しないな、て。はい。お、ぐぐぐ、あーぐぐ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 、何来る、おとてありがてー、いいじゃない。まだあるよ。ぐぐ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 ぐ。で、ここで俺は扇を引いたらもう逃げでいいんだよ。ステップ4の精神剣か扇、どっちか絶対出ますから、これ。俺絶対剣引くんだよ。見てろよ、てい。俺は扇を引いて逃げるんだ。これもう一遊騎士でも脱出。素晴らしき正解。そんなものが待っててくれるないか、てい。ほれ、扇、来るぞ、扇が、優勝一周で扇を出した。扇が来るー来るーいいね。ただまだもう1000ジェムぐらいあるんじゃない。あ、もうラス1000ジェム。上か下を引いて勝ち逃げや。完全勝ち逃げスタイル、テイ。上かブメとかどうでしょう、テイ。ほれ、ほら、来るぞ、ググ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 グ、本当に来るぞ、これ。本当に来るぞ。ありがとう。いや、いいんじゃないの、これ。大逃げかますんちゃうの、これ。完全撤退でいいんちゃいますの。たまにはね、いいっすよね、こんなん完全撤退でね。いや、俺速攻抜き出すで、こんなもん。いや、もうなんか考えるのめんどくさいから速攻抜き出そう。速攻抜き出して、扇の運用をちょっと考えよう。こんなんいい引きないでしょ。扇。速攻を取り出します。扇運用の時はメタ扇ないしはルビー扇になりますが、メタ扇に積んだ場合小玉を削ってっていうのはちょっと難しい。まあ難しい場所によってはありなんだよね。場所によってそれを要求される場所もあると。あ、ルビー扇に入んないのこれ。あれ、ルビー、え、ちょっと待って、え、これ抜き出しちゃダメやつ。あ、こっちでも積めないんだ。これ無凸運用やん。何やってんの、ここに扇をぶっ刺す構成じゃないとダメやん、これ。何やってんの、これ。大丈夫、もう一回出すから。ステップ2。いやー、何やってんだろう。だから扇もう一本出せばいいんでしょ、これ。そんなもん出るでしょ、て。ほれ。あー、ぐぐぐぐぐ。ブーメー。引いてく。からの、あ、全部欲しいものが来てるんだって。武名、扇、鎧下、盾、あともう鎧上出て、これで扇出て完璧やん。さらなる神引きやん。出て。確定のみだ。ふーれ来るやろ。行くで。で、これで扇引いたらすごくない？マジで。絶対剣なんだけどね。絶対剣なんだ。剣なのは知ってんだけど、俺は扇。グググ来なきゃ勝ちやからね。グググった瞬間、はいちーん。はいちーん。いや、それ以外でも出るかもしれないって。これ、あ、グググんな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 。うわほら、なあ、言うたやろ、こうなるんやて。抜き出し&メイン分も加工しながら、ブメも加工していくというね。
結果こうなるんですよ。素晴ら取り出す。よし、これで運用は大丈夫だね。ちょっと精神圏欲しくなってきたな。あれ、そういえばさ、俺まだ回せんじゃないのこれ、優勝分。あ、いける。俺これで剣出すから。これで剣を出す。姫剣、姫剣、姫剣てい。ほら、グググ。あー、あ、なっこ。ステップ2で姫剣来ないかなーてい。がっくん来ていい試しがねえんだよ。お、グググ、いやー、なっこ。なっこ。ステップ3。行ってこい。オーナージャズ、あてい。全部何でも出ちゃうんだないんてい。ステップ3。おお、おい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 、ググ、あ、やったわ、やったわ。剣だこれ。剣だ。いや、防具だろう。けー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 。これで次確定残ってんよこれ。あらー、これ剣2本出るわ。ありがとうございます。剣2本でエンドだて。いやー、これは勝ちでしょ。何これ、姫ガチャマジで完全勝利だ。さすがに防具だと思ったけど、まさかのあそこで剣引く、この強さ。最後は気持ちよくもう一本剣出して終わりまたい。ほら、お、すげえ、え、防具や、防具や、体上や、頭や、どっちや。だがだが、あんま持ってなかった。やばくないこれ、なんぼ出んのこれ。ググ、うえ。え、剣、うえ、うるぶぶぶぶぶぶ。うそー。本当に剣出たけど、確定じゃない方で出た。おお、見た目、持ち方かっこいい。おお、めっちゃ光ってるやん。ライトセーバー。すんごい、ビガビガ。あー、脱ぎ出しちゃった。あー、脱ぎ出しちゃった。あ、そうか、これ線磨きしないと。またやったんだけどこれ。抜いても詰めねえやんこれ。あー、天空剣線磨きしなきゃいけなくなっちゃったやんこれ。34個しかないです。 600? いや、そのために600ってアホらしくない。ロナ剣に刺してお茶を濁す。これで412。え、これさ、俺2本目のあれをやろうとして取っとこうと思ったんじゃないのこれ。じゃあ500はいけるで。空気の抜き、でもこれでさ、空気の抜き出しの必要はなくなったんだよね。空気一線 750% 波動威力ってなると天空剣1本ぶっ込むか。抜き出し用に1本余してんだよね。それでも500。あと桃ピーでいく。空気抜き出しの必要性はなくなったから、これで500でしょ。何をやってんですかねこれは。全く。あと18万 P、 無理やろさすがに。18万 P は、いや、こんなことしても、一応これでも足りるけど、まだたんまりは余ってんだけど。こんなことしてもさ、別にサブの S なんて入れたって何も意味ないんだけどね。何もない、意味ないのにこんなことやってんだよ、これ。意味がわかんない、本当に。おーらら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 。あ、そうなんだ。これ2枚積めるようになるんだね。あ、ここが S になるだけか。長儀が黒子を捨てるってことね。おっしゃ、これでもう、行くで。できました。天空剣。成人期剣の氷雷剣2積み構成。本当は3積み構成できるんだけど、それはちょっと無理と。合ってんな。行くべ。はい、ということでございまして、姫ガチャの方行きまして、天空剣に意味のない600磨きまで無理やりし、氷雷剣サブスキル済み、これやったってね、 CT100% の恩恵ないから使わないんだけど。それにサブ武器、ブレイブのサブにも姫剣まで入れる。そして例の扇、扇も行って、結局3周したから120連中、剣に扇3、爪にナックル2、ダガー、ブメ、盾、鎧下、12分の11。10連12回引いたうち11精神姫対象武器を引いたという。
まあ、約三遊吉で超神引き、まあ、三遊吉もやってんだからもう神引きと言っていいのかよくわかりませんけど、今回は姫ガチャっていうか、まあ、最新の内容のレビューと姫ガチャの内容という感じになってると思います。アーカイブをご覧の皆様は、生放送をご覧の皆様は引き続きでございますが、一旦、アーカイブをご覧の皆様はここでお別れとさせていただきます。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。またお会いしましょう。おー、滑り。